What rate is that? Which does enrich the heart of yonder knight? I know not so. Oh, she does. かなわぬ恋か。何？憧れてんの？まさか。かなわぬ恋なら最初からしないよ。よく言うわよ。まともに男と付き合ったこともないし。人、そんなことないです。本気で好きになれる人がいなかっただけです。あのね、ジュリー。恋に本気も嘘もないの。贅沢言ってたらあっという間におばさんになっちゃうわよ。ダメダメ、この人パソコンだから。ちょっとやめて。じゃあ、ジュリーのパパのボディーガード付きでデートすればいい。無理でしょ。ジュリーのパパが連れてきたらデートどころじゃなくなっちゃう。手つないだら胸ぐらつかまれたりして。でもってキスしようとしたら拳銃突きつけられたりして。もうやめてよ。そこの方、今私が読んだところを訳していただけますか。真ん中の一番愚かなジュリエット。はい。まるで夜の闇に輝く宝石のように綺麗だ。まるでカラスの群れに対する白い鳩のように気高い。いつどこで誰が言ったセリフでしょう。ロミオが初めてジュリエットを見た時のセリフです。そう、舞踏会に忍び込んだロミオが美しいジュリエットを一目見て恋に落ちるロマンチックな場面です。あなたも女性ならこういう純愛をなさりたいと思いませんか。いいえ、一目見ただけで恋に落ちるなんて現実にはありえないと思います。裏若き乙女が夢のないこと。それにロミオもジュリエットも相手のために死んじゃうなんてシェイクスピアの世界はちょっと古すぎてついていけません。テレビ、パソコン、洗濯機、冷蔵庫などございませんか。何でも回収いたします。これ持ってってくれる。よし、返事くらいしなさいよ。よし、おい、危ないぞ。こっちこっちこっち。おい。やべ。よし、大丈夫だ。容疑者は森田義一、49歳、職業医師、元仁英会森田記念病院院長。犯行が行われたのは5日午前11時30分頃。被害者小坂芳子が長男と共に森田の潜伏先である静岡市内のホテルを訪れたところ口論となり、森田は芳子を非常階段の6階部分から突き落として死亡させ、長男の制止を振り切って逃走した。要するに人間のクズだな。びっくりしたな、課長がそんなこと。はい、あ、すいません。我慢。クズは一刻も早くあげろということだ。逃亡先の目星はついてるのか。公判中に逃げ出して以降、森田は自宅には帰っておらず、知人親類にも一切連絡はない模様です。家族はどうしてる。森田の逃亡後、
妻の時計は自宅を追われ、息子と共に大田区の区営住宅に転居しています。よし、女房だな。森田時計に張り付け。プライドと自尊心をなくした男は必ず女に助けを求める。はい、はい。しなきゃジュリは合コンなんて来ないでしょ。しても来ないよ。もうあのどうして。出会いは大事よ。私あの自己紹介タイムとか大嫌いな。成林女子大学のなんとかです。彼氏いない歴何年ですって。恥ずかしすぎる。ちょっと待ってってば。ちょっといいし聞きなさい。あんたのためにセッティングしたんだから。そう、人数合わせじゃないの、うん、そこは突っ込まないで。いずれにしても出会いは来ちゃうよ。じゃあ今から言う問題に答えられたら付き合ってあげてもいいよ。いいよ。では問題です。この木は男でしょうか、それとも女でしょうか。男か女か。イチョウの木にはオスとメスがあるの。あんたって時々変なことしてんのよね。ヒント。ん？そうだな。あ、よかったら救急車呼びましょうか。救急車やめてよ。でもあのほっとけよ。行こう。いいでも怪我。本人がいいって言ってるし。ちょっとあのこれ使ってください。いいって。返さなくていいですから。どうぞ。何も考えないんだ。え、友達は面倒に巻き込まれたくないんだなとか、親切が迷惑な人間もいるんだなとか。そんな言い方しなくても。行けよ。お邪魔しました。パパが言ったじゃん。分かんない方がいいよ。おせっかい女。どう？うん、いいみたいだね。ごめんね、疲れてるのに毎日。くだらないよそういうの。情けないの。お金も何もかもひろみちにおんぶに抱っこで。
病人や病気治すことだけ考えてればいいの。はい。腕どうしたの？ああ、ちょっとすりむいただけ。いやだ、大丈夫？大丈夫だって。おう、俺名人みたいだな。はい。ほんと。ねえ、うん、私って何にも考えてないおバカに見える？何も考えないんだ。今日言われたの。誰に？誰ってことはないけど。はい。森田の女房のアパートに着きました。ただですね、調べたところ女房の時計は昨年末から持病をこじらせて入院している模様です。今別の班が病院に向かってます。必ず何か知ってる。粘り強く聞き出すんだ。わかりました。うん、すまんすまん。いいえ、鬼刑事も大変ですね。お前はバカじゃない。え？さっきの話だよ。お前は賢い娘だ。パパだけはそうやって言ってくれると思った。いただきます。でもね、本当はちょっとだけドキッとしたの。確かに私何も考えてないかも。どんなことでもなんとかなると思ってるし。それじゃ困るな。何のために大学行かしてるんだか。ちゃんと授業は出てるんだろうな。出てますよ。今はシェイクスピアのロミオとジュリエットをやってます。でもあれどうなんだろう、最後はすれ違いで死んじゃうなんて。だいたい、ああロミオ様、ロミオ様、なぜあなたはロミオなのって言われてもね。やっぱ忘れちゃった教科書。うわ、これ全部英語かよ。おう、ロメオ。ロメオ、ロメオ、ロメオ。Where for art?
番組はコカ・コーラ、明治製菓、花王、キャノン、スズキ、ドコモグループの提供でお送りします。おはよう。なんでさっき帰っちゃったの？よく言うよ、そっちだけで盛り上がったくせに。あんたのノリが悪いからでしょ。ねえ、ジュリーに一番いいのあげたのに。どこがあんな嫌味な俺様男。でも彼の親、霞ヶ関の偉い人よ。医者や弁護士よりよっぽど堅いよ。とにかく、私はそんな出会いはいりません。ねえ。どうしたの？ううん、見間違い。これ木平さんのでしょ？あ、はい。うちの大学の名前が入ってたからわざわざ届けてくれたの。今時親切な人がいるもんね。どんな人でしたか？ああ、男性よ、あなたたちぐらいの。あのつなぎとか着てませんでしたか？そういえば来てたような。連絡先とか聞いてます？ええ、聞きましたよ。でも結構ですって言っちゃったわ。ありがとうございました。あ、ちょっと。主人ですか？ここには来ていません。失礼ですが、もうかなり長い間ご不在だそうですね。はい。主人は小坂さんの事件で疑われてるんですか？ご存知だったんですか？ニュースで。現段階では参考のためにお話を伺いたいだけです。もし連絡がありましたらご一報いただけませんか？お願いがあります。息子には接触しないでください。あの子は主人の裁判のせいで学校も辞めて、今私をこれ以上心配かけたくないんです。しかし、できなければ協力しません。警察は嫌いですから。森田の女房は何も知らないと言ってます。病院関係者にもそれとなく裏を取りましたが、最近森田義一らしき人物を見た者はいませんでした。で、どんな様子だ彼女？森田時計は病状はあまり良くないようです。まあ無理もないでしょう。院長の一人娘が今や犯罪者の妻ですから。私情は挟むな。徹底してやれ。ご町内の皆様、毎度お騒がせいたしております。こちらは牧下商会の。お礼が言いたくて探してるんです。だから名前はわからないんです。トラックのナンバー？あ、でもそちらの名前がついたトラックでした。わからないね、それだけじゃ。忙しいから今。やっぱり無理か。
何やってんの？え？立ってるな。そっちは？俺？座ってる。あの、ありがとう、これ。ああ、俺も。まさか大学へ届けてくれるなんて思わなかった。仕事で近くまで行ったからね。あ、もういいの？俺ら一件回収してなんぼだから。気楽な学生さんとは違うんだ。そう。じゃあ。あ？ここをよく来るの？うん、ガキん時。私も小さい頃来たことあるよ。あ、そう。じゃあ。なんだよ。この木、男か女かは分かる。イチョウの木にはオスとメスがあって。女。銀杏はメスの木にだけなるからだろ。は自衛隊病院の創始者の一人娘と結婚し病院を継ぎましたが、5年前に被害者小坂芳子の夫を腹腔鏡手術の失敗で死亡させております。森田はこの手の手術の経験はほとんどありませんでした。後半中に女房子供を残して行方をくらましております。今回森田は自分の潜伏先を突き止めた芳子にいわゆる逆切れして殺害したものと思われます。もしもし、もしもし、森田です。もしもし、こんにちは。お、おめでとう。嘘。尾行って疲れるんだ。は？いいえ。ちょっと何なんだよ。また忘れ物したの。忘れ物？何？名前、あなたの。俺の名前？そう、教えて。味噌ラーメン、バターと多めで。はいよ。味噌ラーメンさんですか？人に聞くなら先に名乗れよ。塩ラーメン、わかめとメンマとネギ多めで。はい。素人。え？塩はね、まんまがうまいの。ほら。親切は迷惑でしょ。じゃあ。でも、せっかくですから。お気遣いなく。来る！遊んでんじゃねえよ！すいません。ジュリってどういう字？樹木の樹に里。そっちは？
広い道で広道。へえ、いい名前だね。そんなこと言われたことないよ。私も行ったことない。随分度胸あるな。え？私が？うん。知らない男の車乗ってこんなとこまで来ちゃって。もう知ってるじゃない。でも本当のこと言うと、初めてこんなことしたの。普段は親に守られた小さな世界にいて、知らない人と話すことなんてないし、知らないところへ行くこともない。まあ違う世界にはいるよな。違う世界？そっちはさ、お嬢様大学で毎日優雅にお勉強、こっちはゴミにまみれて毎日廃品回収してる。まあ普通なら出会うことなんかないよな。私お嬢様なんかじゃないよ。お金に困ることがない程度だもん。それ十分お嬢様っていうの。俺なんか高校中退だよ。おふくら病気で入院してるし、アパートの家賃払うのがやっと。しかも親父は失踪中で、生きてるか死んでるかさえ分かんない。嘘。ありえない。だよな、ありえないよ。そうそう、行こうか。送ってくよ。It is not day。 は？あなたが届けてくれた教科書ね。シェイクスピアのロミオとジュリエットなの。ああ、あの中でね、一晩一緒に過ごしたロミオとジュリエットが朝が来て別れなきゃならなくって。 It is not day。 まだ朝じゃないって言い合う場面があるの。本当はとっくに朝で、鳥の声がしてるのに、あれは鳥の声じゃない。明るくなってるのに、あれは太陽じゃない。まだ朝じゃないって何度も言い合うの。往生際悪いな。うん、好きだから。知ってる？ロミジュリってね、たった4日間の話なの。出会ったその日のうちに恋に落ちて、翌日には口づけをして、3日目には駆け落ちしちゃうの。早っ。ありえないよね。うん。あのさ、3日目に駆け落ちっていうのは、まあさすがにないけど、翌日にはってことはあるかも。
うなんだよ。いいよ。その日のうちにってとこは真似したから。昨夜夜勤の看護師が森田らしき人物を見かけたそうです。この間は時計に電話もあったようですし、近くに潜伏してるのは間違いないと思われます。分かった、配備を緩めるな。おはよう。おはよう。もう行くの？なんだ、まだ寝てていいぞ。野菜ジュースだけ飲んでって。ありがとう。私今日遅くなるかも。あ、また飲み会か？うん。彼氏。今付き合ってる人がいるの。あ、そうか。今までも付き合っていた人はいたけど、今度はパパに言いたくなったっていうか。学生か。彼ね、学生じゃないの。でもね、リサイクルの仕事をやって真面目に働いているの。今度紹介しなさい。はい。回収いたします。どうぞご遠慮なく声をおかけください。こちらからお引き取りに伺います。ここが第2幕第2番かの有名なバルコニーの下りです。絶対に結ばれることのない敵同士に生まれたロミオとジュリエットが熱烈な愛の言葉を交わします。このどうしたの、ジュリー。第2幕第2話を知らず、なんか真面目だよね。シェイクスピアの言葉。私がロミオのセリフを読みますから、どなたかジュリエットを読んでみませんか。シェイクスピアなど古臭いと言っていたあなた、この場を読んで二人の気持ちを探ってみませんか。はい。
He just has scars that never felt one. 傷の痛みを知らない奴だけが人の傷跡を見て嘲笑う。 I, me. そこにいるのはロミオ様。おお、私の頭上はるか夜の闇に輝くあなたの姿は、あの翼美しい天使の姿にも似ています。ああ、ロミオ様、ロミオ様、あなたはなぜロミオなの？あなたのお父様をお父様ではないといい、あなたの家を捨ててください。それが嫌なら私を愛すると誓ってください。私も今すぐキャピレットの名前を捨ててみせます。ただ一言、僕を恋人と呼んでくれればいい。そうすれば新しい名前を受けたも同然、もうロミオではなくなります。どうしてここへ来たの？塀は高くて登れないし、あなたが誰だか家の者に分かれば殺されてしまうかもしれないわ。よ、いえ、剣の二十や三十よりあなたの目の方がよっぽど怖い。あなたの眼差しさえあれば僕は不死身だ。を見るな。すいません、現場にお見えになるとは思ってなかったもんで。状況は二班体制で張ってますが、森田は現れてません。女房です。森田時計です。珍しいな、治療以外では部屋から出ないのに。あの公衆電話の男は？え、いつからあそこにいる？確かさっきから喋ってますが。よく見ろ、通話はしてない、受話器を持ってるだけだ。面を確認。はい。時計さんですね。ご主人のことでお話を伺います。ここまではコカ・コーラ、明治製菓、花王、二度とあってはならない、絶対にだ、彼は私にとってキャノン、鈴木、ドコモグループの提供でお送りしました。ご町内の皆様、毎度お騒がせいたしております。こちらはマギシタ商会の廃品回収車でございます。ご家庭でご不要となり、ちょ、よせよ。桜町の皆様、これお願いします。僕偉いね。
無料での引き取りになりますが。このキャンディーと引き換えですよ。どうもありがとう。ありがとう。ありがとうございました。じゃあ行こっか。うんうん。まだまだだね。しょうがねえだろ。ほら、拗ねないで。別に。じゃあ、終わったら作る？え？私なんか美味しいもの作る。作れんのかよ。俺でも料理はまあまあなの。高校の時に母が亡くなって、それからずっとやってきたから。父にも紹介したいの。親父さんに？うん。黙ってこそこそ会うの嫌だし。何やってる人？それは会ってからのお楽しみ。大丈夫、一見怖そうに見えるけど怖くないよ。冗談通じないとこあるけど優しいし。パザコンかよ。そっちは？俺なんだっけ、お父さんは行方不明でお母さんは入院中だっけ。ごめん。もしもし。ひろみちか。ひろみちだろ。今どこにいんだよ。すまない、迷惑ばかりかけて。父さん、悪気はなかったんだ。もうこれ以上母さんやお前に面倒かけることはやめようと思って。言い訳なんかいいんだよ。今どこにいんだよ。なんだ、母さんに会いに行って。お袋に病院行ったのかよ。すまん、どうしても母さんに話したくて。でもな、警察がいて。警察？何のことだよ。何話言ったんだよ。親父、なんとか言えよ。すまん。親父、悪い、俺行くとこできて。本当だったのね、お父さんとお母さんのこと。まあね。ごめん、何も知らなくて無神経なことばっか。いいよ、俺も言いたくなかったし。じゃあ。私も行く。え？お母さんのお見舞いもしたいし。ダメ？いや、そうじゃないけど。今は一人にしたくないの、ひろみちを。聞いててくれる？ご主人から連絡があったんですね。いいえ。じゃあなぜ奥さんがロビーに降りた時にご主人が現れたんですか？さあ、偶然でしょ。ナースステーションの電話の通話記録を調べました。公衆電話から奥さん宛に電話がかかってますね。ご主人からじゃないんですか？我々はお願いをしてるんです。ご主人の行方を知ってるなら教えてもらえませんか？知りません。ひろみち、ちょっと何やってんですか？お邪魔してます。
警視庁捜査一課の。警察に用ありません。帰ってください。お話を伺ってるだけです。何がお話だよ。母は病気なんですよ。落ち着いてください。大事な話です。実はあなたのお父さんが新たな罪を犯した疑いがあります。やめてください。息子には関係ありません。帰りなさい、ひろみち。いずれわかることですよ。だったら私が話します。帰ってください。あの人は僕と母を置いて逃げました。もう父だと思っていません。ですからあの人が何をやろうと僕たちには関係ありません。出てってください。そうはいきません。容疑とはいえ。失礼しよう。お疲れのところお邪魔しました。何か。あ、いや。おふくろ。見舞いしたいって言ってくれたから。そう。それはわざわざ。どうぞそのまま。私。木平樹里と申します。木平。はい。あ、座ってよ。これ。あ、ありがとう。これもらったから。小さいですけど。ありがとう。知らなかったわ、こんな可愛い方と。一体どういう。どういうって別に。あの、ひろみちさんが私の忘れ物を拾ってくれたんです。そう。おふくろ驚くよ。え？その場所、そこだから。私もあの教会、思い出の場所なんです。小さい頃に父が連れてってくれたことがあって。そう。ごめんなさい、せっかくだけど気分が悪くて。おふくろ。あ、ごめんなさい、今日はこれで失礼します。あ、いや、でも。いや、本当に。またと送ってくる。パパ。どうしてここにいる。どうしてって、この間話した付き合ってる人が。ちょっと何なんですか。この人は関係ないでしょ。ひろみち。彼とはもう会うのはやめなさい。どうして。お父さんが警察に疑われてたって、彼には関係ないじゃない。確かにそうだ。彼が悪いことをしたわけじゃない。だったらなんで会っちゃいけないの。パパが刑事だからだ。警察官は事件の関係者と個人的に接触することは禁じられている。これは絶対に破ってはならないルールだ。パパが彼に個人的に会うわけじゃないでしょ。
そんな理屈は通用しない。娘の恋人が容疑者の息子だと知られたら、パパは捜査課の職を即刻解任される。警察というのはそういうところだ。かわいそうだが、今回は諦めなさい。二度と会ってはならない。絶対にだ。今回はって次なんかない。彼は私にとってたった一人の人なの。若い時はそう思うものだ。今度は人殺しかよ。本当にお父さんが罪を犯したかどうかなんかわからないわ。いえ、私は信じてる。お父さんそんなことできる人じゃない。なんであいつのこと信じられんだよ。ひろみち、おやすみ。もうさっきの人と会うのをよしなさい。お父さんがこんなことになってるのに、警察と関わりのある人と付き合うわけにはいかないわ。また親父かよ。俺はあいつのせいで高校辞めた。家もなくなった。金もおふくろも。その上またなんで生きてんだよ。死んでてくれた方がよっぽどマシだよ。ひろみち、何をしたってお父さんはあなたのお父さんなのよ。覚悟してるんでしょ。お母さんいつどうなるかわからない。そうなったらあなたがお父さんを信じてあげなきゃダメなのよ。なんでかばうんだよ、あんな逃げ回ってる卑怯なやつ。Thank you.
してんの？人ん家の前で。探してんの。誰を？彼女。どんな子？いい女？まあまあかな。そっちこそそんなとこに何やってんの？待ってるの。誰を？彼を。来るの？来るよ。どんなことがあったって、誰に邪魔されたって来てくれる。そういう人だもん。ごめん。ん？父が警察だってこと黙ってて。隠してたわけじゃないの。こんなことになるなんて思ってなくて。いいよ、俺も言えなかったし。親父が逃げてるなんて。もう俺に会うなって言われたろ。俺も言われたよ。笑っちゃうよね。これじゃあまるでロミオとジュリエット。どうして、どうしてあなたは森田博道なの？ああ、どういうセリフで返せばいいんだっけ？僕のことを恋人と呼んでください。そうすれば僕は新しい名前をもらって生まれ変わります。やだな、それ。大した名前じゃないけど、生まれ変わりたくない。私も今のまんまのひろみちがいい。ジュリー、どうした？ジュリー、誰かいるのか？ここからはホンダとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ジュリー、ジュリー、ジュリー、ジュリー。
う時何喋ればいいの？なんか言ってよ。二人がどこへ行ったか心当たりはありませんか？ありません。落ち着いてますね。いろんなことに驚きすぎましたから。私はそんな気持ちにはなれません。何としても二人の付き合いには反対します。あなたからも息子さんに言って聞かせてください。周囲の反対がある付き合いには将来はないと。あなたなら言えるはずです。二人がどこで出会ったか知ってる？あの教会を。娘さん思い出の場所だって言ってたわ。あなたが連れて行ったんですって？私も連れて行ったの、息子が小さい頃。皮肉ね、20年も経ってあなたの娘と私の息子があの場所で出会うなんて。単なる偶然でしょう。私は主人を信じてます。あの人は誰よりも私を、息子を愛してくれました。私は主人を信じています。私も過去は忘れました。警察官としてあなたのご主人を追っています。得意じゃないよ。その日のうちに好きになって2日目にキスして3日目に駆け落ちしてってとこまでは聞いたけど、最後の日のことはまだ聞いてなかったから。両方の家から反対されたルミオとジュリエットはね、一緒に逃げる約束をするの。でもルミオの家からもジュリエットの家からも追手が来て、ジュリエットは眠り薬を飲んで死んだふりをしたの。追手を欺いて後でルミオと待ち合わせるために。それで、でもルミオはジュリエットが本当に死んでしまったと思って毒薬を飲んで死ぬの。眠りから覚めたジュリエットはルミオの亡骸を見て死ぬの。本当。
道。え？ちょっと。おい。やん。ちょっと。冷たい。うん。おい、ちょっと。おお。私このまま家を出る。それで広道と一緒に暮らす。どこで？海の見えるマンションの最上階とか。金かかるよそういうとこ。大丈夫、大学辞めて働く。働けんの？働けるよ。これでも愛想だけはいいから、お店とかウェイトレスとか。あ、いっそ免許取って一緒に廃品会社やろうかな。無理無理。いいじゃない、ビール買って乾杯しよ。でお休みの日は近所の公園散歩しよ。ごめん、俺やっぱ無理だ。今俺お袋置いて出てきないし。そんなこと分かってるよ。でも話してみたかったの、楽しいこと。いいじゃない、乗ってくれたって。わかんない人ね。虚しくなるだけだよ。真面目な顔してやっぱり別れるしかないかって話す方がよっぽど虚しいよ。わかんないのはそっちだろ。俺の親父に原因があってこんな風になってんのに、そんなヘラヘラ浮いたこと言ってらんねえよ。広道が悪いわけじゃない、私は気持ち変わらないのに。そう割り切れるかよ。俺の親父なんだよ。すごくたくさん喋った気がするけど、何も喋ってなかったんだな俺たち。かもね。本当は全然分かってないんだね。一つだけ分かってることあるよ。俺の親父は犯罪者で、君の親父は刑事だってこと。それだけ？ああ。もう一緒にいる意味ないね。ああ、早く帰った方がいい。うん、帰る。なりたいな、パパ。だから私を彼に会わせたくないんでしょ。そうだな、せっかくここまで上り詰めたからな。交番勤務だった頃、お回りごときに何ができると言われたことがある。
お前などたかがおまわりじゃないかと蔑まれたこともある。だけどパパは警察官になりたくてなった。だから警察官として上り詰めようと頑張ったんだ。心配しなくていいよ。もう彼には会わない。別れたの。終わっちゃった。すまない。なんで今さら謝るの。パパは正しいんでしょ。これでいいんでしょ。だったら謝ったりしないでよ。すいません、遅れました。ああ、ご苦労さん。お袋を発作起こしたって。うん、酸素吸入と利尿剤で落ち着いたから大丈夫だけど、今度こういうことがあると難しいね。別れてきた。つうか振られた。殺人の疑いをかけられてる息子となんて付き合いないって。心配ないって。それだけの付き合いだったってこと。あ、そうだ。朝飯食えそう。リンゴでも剥こうか。よし。ひろみち、ごめん。いいの、こういうの慣れてるし。違うの、あなたに言えなかったことがあるの。お母さんね、あの人キイラさんのお父さん知ってるの。ずっと前から。え？ずっと前から。あ、どういうこと？今罪を犯して逃げている彼の父親はパパの友人だった。そして彼の母親とパパはかつて結婚を約束した仲だった。ただ彼女は大きな病院の娘で、交番勤務の一警官だったパパとの結婚は許してもらえなかった。じゃあさっきたかがおまわりって言ってたのは。それでも結婚するつもりでいたわ。家を飛び出して二人だけで式を挙げようって。ならどうして彼が約束の時間に来なかったの。
面倒になったんでしょうね。周囲に反対されて誰にも祝福されない生活に入ることが。彼女から手紙が来たんだ。やはり家族は捨てることはできないと。当然のことだよ。それまで幸せな生活を送ってきたのに、その全てを投げ出すことになるんだ。それでパパの友達と結婚したの？ああ。そんな。若い頃の話だ。終わったことだ。彼を失って希望をなくしていたお母さんを支えてくれたのがお父さんだった。それで親父と結婚したの。木平さんと約束していた同じ教会で。同じ？お父さんがそうしてほしいって言ったのよ。そうすることで木平さんのことを忘れてほしい。忘れられたのかよ。ええ、終わったことだもん。すいません、タクシー出してください。Thank you.
降りても間違いないと思います。申し訳ありません。女房にもう一度会いに来る可能性は低いと思ったんで。女房の様子は？変わった様子はありません。息子も森田がいたことに気づいていないと思います。息子がいたのか？はい、ちょうど見舞って出てきたところでした。本田とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ご家庭でご不要になったものはございませんか？動かなくなったものでも構いません。いらなくなったものでも構いません。私どもがお引き取りに伺います。いらなくなんてなってないよ。思ってもみなかった。父があなたのお母さんに失恋してたなんて。え？いや、お袋は君の親父さんに裏切られて。そう、反対でしょ。もしもし。親父、親父だろ。母さんの具合はどうだ？どうしても会いたくて何度も病院に行ったんだがダメだ。警察がずっといて。当たり前だろ。自分が何やったか分かってんのか？やっぱりお前の母さんも俺が小坂さんを。どこにいんだよ。俺はもう親父のことなんか信じてないよ。でもおふくろは信じてるよ。おふくろは親父が人を殺すはずないって言い続けてるよ。
だから教えてくれよ。会って話そうよ。どうしても言えないならここへ来てよ。俺今どこにいると思う？教会だよ。親父とおふくろが結婚した。そしておふくろは紀平って人と結婚の約束をしてた。なんだって？なんでそのこと？俺さ、紀平って人の娘と会ったんだ。なんだって？俺彼女と。どういうことだ？どうしてあいつの娘がお前と？親父も袋も、そして彼女の親父さんもここに忘れ物してんだよ。だから俺たちは出会ったんだ。親父、忘れ物取り来いよ。帰ったら二度と会えない気がする。私はすれ違ったまま会えなくなるなんて嫌。君が紀平の。そうか、時間が経ったんだな。説明しろよ。なんでこんな警察に追っかけられることになってんだよ。ひろみち、俺はやってない。小坂さんは謝って手すりから落ちたの。シャ
恥をかしてください。先生、でも息子さんが俺が声に突き落としたって叫んで、よっぽど俺のことが憎かったんだな。じゃあなんで逃げたんだよ。だって誰も信じないだろ、俺の言うことなんて。ああ信じるかよ、逃げ回ってる奴の言うことなんか。そうだそうだよな。なんで逃げたんだよ。なんでいなくなったんだよ。俺とおふくろの前から。答えろよ。なんで黙ってんだよ。この5年、この長い時間、どこ行ってたんだよ。あっちこっち。あっちこっち？ふざけんなよ。苦労したんだ。医者なんてな、威張ってられない病院の中だけだ。外に出たら肉体労働だって一人前にできやしない、はあ、何度死んでしまいたいと思ったことか。それはこっちのセリフだよ。俺とおふくろがどんな思いしたか分かってんのか。あんたが患者を死なせて苦しんで、あんたが逃げた後はあんたの分まで責められて、金も家もなくなって、誰のせいでおふくろが悪くなったと思ってんだよ。その上今度は警察に追われて、また逃げて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 、どこまで無責任なんだよ。おい言ってみろよ。やめて。おいおい答えろよなあ。一緒に警察に来てもらいたい。事情を聞かねばならない。お前には償うべきことがあるはずだ。お前にだけは捕まりたくない。捕まるわけにはいかないんだ。ひろみち、父さんがどうして逃げたか話す。この人が警察にいたからだ。もうお前も知ってるんだろう。若い頃の母さんとこの人のこと。二人は付き合ってた。俺が入り込む余地がないぐらい。でも父さんは母さんのこと好きになったんだ。どうしようもなく。だから俺が引き離した。友達だということをいいことに、母さんには紀平が別れたいって言ってるって伝え、紀平には母さんが別れたがってるって伝えた。それって父さん奪ったんだ。だからどうしても勝たなきゃならなかったんだ。キヒラと結婚したより良かったと思って欲しかったの。必死だった。
必死で病院を大きくしようとしたんだ。でもそう思って焦れば焦るほど経営はうまくいかなくなった。それで成功率の低い手術にまで手を出してしまったんだ。それで、つまり俺に勝つために無理をしたっていうのか。うぬぼれるな。俺と彼女はお前に引き離されたわけじゃない。愛情が足りなかったから別れたんだ。もし死んでも一緒になりたいと願うなら、たとえ一度はすれ違ってもどんなことをしても一緒になっていたはずだ。でも彼女も俺もそうしなかった。できなかった。そして彼女はお前を選んだ。わかるか？お前が勝つべきは俺じゃなくて自分だったんだよ。彼女はお前を信じるって言ってたぞ。始まりはどうであってもお前は決して無駄に生きてきたわけじゃない。もちろんあの人も、そして俺もだ。二人がその証拠じゃないか。この20年がただの無意味な年月だったら、ここにこうして二人がいるはずがない。無理だ。行こう。いつまで逃げるつもりだよ。逃げてる限りお袋に会えないぞ。この人から奪うくらいお袋と一緒になりたかったんだろ。お袋、あの体でいつまで待てばいいんだよ。このまま会えなくてもいいのかよ。こんな惨めな姿見れたくない。ここへ来てくれました。それに本当のことを話してくれました。俺はどんなにみっともない親父でもずっと会いたいと思ってたよ。
責任は取るんだ。私行ってくる。待ってて。さよなら。親父、俺も待ってるから。この人と待ってる。事件のことが全て終わるまで会わないわ。
までは、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ジュリー、ジュリー、ご町内の皆様、毎度お騒がせいたしております。こちらは薪下商会の廃品回収車でございます。ジュリー、ジュリー、ジュリー、初めて名前呼んでくれたね。ラムネか。ロミオみたいに私の後を追ってくれるつもりだった？忘れ物。ありがとう。長かったな。そう？よく待ってたな、お前。だって私たち、ロミオとジュリエッコじゃないもん。